眠れるラジオ。褒めてほしいのコーナー。こんなに頑張ってるのに誰も褒めてくれないなとか、まあ、褒めてほしいんだけど人に言うほどでもないかなとか、まあ、そんな出来事を送ってください。僕があなたのこと最大限褒めさせていただきます。最近ね、あの if もしものコーナーはあまりやってないんですけど、あの褒めてほしいのコーナーの方がねお便り多いんですよね。すいません、ちょっとまあ来週かな、 if もしものコーナーは。はい、ということで今週も、褒めてほしいのコーナー行きましょう。東京都お住まいのラジオネーム浮気ちゃんさん、こんばんは。私は2年間付き合ってる彼氏がいるんですが、浮気をしてしまい浮気がバレて今彼氏とこじらせてます。自分が悪いのは重々承知ですが、浮気発覚後彼氏の飲み会の頻度が多く朝帰りが多いです。反省して私は信用を取り戻すために努力していますが、向こうの朝帰りが多いと私も寂しくなってしまい、また浮気をしてしまいそうです。でもそれはいけないと我慢して一人家で彼の帰りを朝まで待っている私を褒めてほしいです。よっしゃーよっしゃ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 、なるほどね。浮気ね、浮気バレて、あーまあな、まあ、寂しかったんだよな。な、浮気ちゃんもまあ寂しかったんだよな。まあ、彼氏さんがなんか少し、ドライだったりしたのかな。まあ、寂しかったんだよな。うん。まあな、でな、また寂しい思いしたらな、また浮気しちゃうよな。僕はね、ね、実は浮気をしたことがないんでね、ちょっとわかんないんですけど、まあ、そういうことなのかな。うん。いやでもね、彼さんをまた裏切らないようにね、ね、頑張ってんだよね。うん。偉い。偉い偉い。ね、またやんないようにね。別の人行きたくなったらね、しっかりね、けじめつけましょうね。はい。ありがとうございました。では次のお便りいきましょう。新潟県お住まいのラジオネームゆゆさん、ガスケツさんこんばんは。今回めちゃくちゃ褒めてほしくて初めてお便り送ります。この度扁桃腺を摘出する手術を受けました。これ超言いづらいね、摘出する手術を受けました。今まで自分が看護師として働いてた病院に入院して、人生初の全身麻酔、ドキドキで手術台で泣きかけましたが、先輩に手を握っていただきなんとかなりました。今もまだ手術してそんなに日が経っていなくて、喉もめちゃくちゃ痛い時もあるし泣いてしまう時もあるけど頑張ってます。めっちゃ褒めてください、お願いしますね。摘出手術、これめっちゃ言いづらいね。あのね、これ実はね、僕もね扁桃腺取ってるんですよ。すっごいちっちゃい頃ね、でも幼稚園に入る前に、前だよな確か、うん、扁桃腺取ってるんですよ。もう僕ね、いびきがすごくて、扁桃腺がでかすぎて呼吸困難に陥ってたの、ちっちゃい頃。だからもう扁桃腺取っちゃったの。そう。でね、めちゃめちゃ痛かった気がする。唾飲み込むと痛いんだよな、めちゃめちゃ。うん、もうまだ覚えてる。うん、そう、いやー大変だった。だって幼稚園の頃の記憶なんてさ、ほぼ残ってないのに、なんかそれは覚えてんだよね。うん。いや、よく頑張りました。偉い。すごい。うん。よく頑張った。いや、辛かったなぁ。なんか大人になってからだとまたもっと辛いような気がするね。はい。ありがとうございました。では、次のお便り、行きましょう。東京都お住まいのラジオネームゆきさん。こんにちは。少し長い話です。聞いてもらえると助かります。
私の通う学校では今年はコロナの影響で前期が遠隔授業でした。そのため前期の成績は課題で決まりました。課題で成績が決まるということは、その課題を成績がいい人に見せてもらい提出すれば成績は跳ね上がります。先生はそれをしないように注意していましたが、している人が多数でした。私はそんな中誰にも聞かず真面目に取り組んでいました。当時は周りも真面目に取り組んでいると信じていました。前期が終わり成績を見たとき、私は絶望しました。私の成績は平均点は高く、クラス平均より高かったのに対し、席次が約10席落ちていました。席次ってなんだろう。まあいいや、ちょっと続けます。そして今まで頑張って勉強し推薦入試が受けれそうだったのに、この成績の低下により推薦入試を受けれなくなりました。私は何も怠けていないのに、むしろ勉強を常にしていたのに、親、友達、先生からはしっかり勉強しないから、怠けていたからと言われました。正直辛いです。でもこれが現実で、もう何をしても変わりません。現実を見て一般入試の勉強をしています。ちなみに私の志望校の一般入試は倍率が5倍です。私の成績なら推薦入試はほぼ確定で受かります。辛い中頑張っている私を褒めてください。真面目に頑張っている私を褒めてほしいです。なかなかと愚痴を失礼しました。いやー、これ良くないよね。これ本当に良くないよね。真面目にやってる人がさ、泣きを見る、良くないな。良くない。これね、先生の配慮が足りてないと思う。そりゃみんなカンニングというか協力し合うよ、そりゃ。その方式でやったら、配慮が足りてないね、先生のね。なんかもうちょっとその不正ができないような、なんか方法取るべきだったと思うな、これは。でさ、結果さ、こう真面目にやった人がさ、悲しい思いすることになるわけだからね。よくないね。いやでもね、ゆきさん、あなたはね、間違ったこと何もしてないから、理不尽だけどね。でもまあ、その真面目さがね、今後多分なんかこういい方向にね、つながってくることも絶対にあるのでね、あるはずなんでね、その真面目さね、忘れないでいただければなと思います。ありがとうございました、本当に。はい、ということで、最後のお便りいきましょう。北海道お住まいのラジオネームたけるかさん。コミュ障なのにクラスの人と話せるようになったことを褒めてほしいです。はい、ありがとうございますね。これはね、僕はね意外と小中高となんかね、友達はずっといたのよ。で、まあでも小学生の頃ってさ、もうなんか友達の作り方とかじゃなく、なんか普通に生きてたら友達できてたのよね。で、中学校はもうその小学校からの持ち上がりだから、もうそのままね、友達引き継ぎみたいな感じで。で、高校もさ、意外とうちの中学から俺の行った高校にね、進む人結構多かったのよ。何十人といたのね。だから、なんか大丈夫だった。全然大丈夫だったのね。なんだけど、大学入って、ね、なんかね、体育のクラスがあったのね。なんか、で、その体育で本当に友達できなくて、みんなねすごい楽しそうにやってんのに、俺だけ本当に友達できなくて、ペア作ってって言われるのがめちゃめちゃ苦痛だったのよ。本当になんかね、合わなくて、そこにいる人たちと。で、そこで初めて、あ、
友達を作るのってこんなに大変だったんだってそこでさ初めて気づくみたいなね。ああ懐かしいな、なんか、うん、そうそうそう。でそこでだから俺ずっとね、友達できない人って何なんだろうって、そんなことあるとか思ってたんだけど、周りのせいもあるなってそうだからきっとね、タケルカさんも多分周りが悪かったんじゃない今まで、うん、だからもうこれからはもうきっといい感じだよ多分。結構無責任なこと言ってるかもしんないけど俺、うん、いやだからもうこっから、ここきっかけできっとどんどん広がっていくんじゃないかななんてちょっと思ってるんですけど、だからそのね、大きな一歩踏み出せたこと素晴らしい。うん、はいね、よく頑張りました。はい、ありがとうございます。ということで、褒めてほしいのコーナー以上となりまして、眠れるラジオスタートです。ガスケツの眠れるラジオ。眠れない皆さん、こんばんは。そしておやすみなさい。おやすみマンエンターテインメント、ガスケツです。このラジオはよく眠くなると言われる僕の声とヒーリング音楽を一緒に聴いていただき、気持ちよく寝落ちしていただこう、そんなコンセプトでお送りしております。今日も聴いていただきありがとうございます。このラジオで眠れた方はぜひ明日もこの動画で寝落ちしてみてください。よろしくお願いいたします。なんかさ、今からどんぐらい前だろうな、僕が登録者が1万人満たなかった頃、多分8000人ぐらいの時にね、ライブ配信をやったのよ。雑談放送みたいなのをこの YouTube ライブでねやったんだけど、その時にね、まあ何個かね、スーパーチャットをもらったの。わかる？スーパーチャット、投げ銭機能ね。視聴者から僕に向け、視聴者の皆さんが僕に向けてこう金を投げつける機能があって、まあそこでちょっとね、視聴者の方からありがたいことにスーパーチャットいただいてね、いくらぐらいだったかな、多分全部で、まあ、2,000〜3,000ぐらいだったかな確か。でね、そのいくつかもらったスーパーチャットの中で一番高額なね、お金を投げてくれた方がいて、確かね1000いくら、うん、だったから、なんかおー、なんかいっぱいくれた人いると思ってなんかめっちゃ嬉しかったのを覚えてんのよ。僕も初スーパーチャットだったから、その時の放送のスーパーチャットはね、おー、すごいすごいすごい、うわーうわー、スーパーチャット来た、うわーってなったの覚えてんだけど、まあまあまあそういうのがあって、でね、先週さ、なんとなくスーパーチャットの履歴を見てたの。うん、もうその生放送はもうアーカイブももう非公開にしてるから、もうその履歴は僕しか見れないんですけど、でそのスーパーチャットをくれた人がね、なんか今アカウントを確認したら、僕より全然登録者のいる YouTuber の人だったっていうのを発見して、当時は多分全然関係ないアカウントだったと思うんですけど、いや、びっくりして、え、こんな人僕の放送見てくれてたんだっていう、なんか変な気持ちになっちゃってで、ちょっと思ったんですけど、僕のラジオを聞いてる有名人とか芸能人おるんちゃう？ごめんね、急なエセ関西弁ごめんね。おるんちゃうん？ちょっと、なんか、お便り送って、普通だね。フォロワー、
芸能事務所に所属してる人だったらフォロワー5000人以上で、何も所属してない人だったらフォロワーが俺以上いる人だから、俺の今登録者が2万7000人ぐらいだと思うから、それ以上余裕でいる人だ、5万以上、じゃあ5万以上の人いるかな。うん、いやでもね、あのね、ラジオでまずなんかハロプロのなんか方が僕のシャッフル睡眠法の動画を聞いてるっぽい発言をしてたのと、あとジャニーズのね、なんか誰だかが僕のシャッフル睡眠法を聞いてるっぽい発言を雑誌でしてたっていうのがあるし、あとなんせ青山テルマさんにいじられた男ですから私で、もしかしたらいるんじゃないかと、いるかな。いやいや、ケスナーいるかな、芸能人ケスナー。ちょっといたら、僕のモチベになるので、お便りください。はい。匿名でもいいです。こんなことやってて、フォロワーが何人いますっていう、その、報告だけでいいです。明言しなくてもいいんで、ぜひお願いします。ということで、ちょっと前回のコメント欄、見ていきましょう。ミセス羊さん、2分40秒、ガスコさんらしきゲスト。懐かしい、もっと頻繁に会いたいです。どうも皆さんおばんちは、ガスコよ。なんつってね。ガスコね。僕が、ゲーム実況を頻繁に投稿していた時代がありましてね。僕もラジオやる前はゲーム実況をやってたんですけど、その時にね、ガスコっていう、お姉に扮して僕がね、ゼペットっていうゲームをやるっていう動画が、なんかね、少し再生されてるんですよ。6万再生くらいされてて、僕の動画の割には結構再生されてる方なんですよ。懐かしいね。ガスコさんね、いつか、復活するといいなと思ってるんで、ガスコやりたいんだけどね。やりたいネタはあるんだけど。ね、ちょっと難しいんだよな。ちょっとガスコに伝えときます。はい。ありがとうございます。島袋さん、これ人手くんかな。僕はサウナに入ったらおじさんしかいないから、それで我慢して水風呂もおじさんしかいないので最悪です。ね、人手くん、小学4年生リスナーの人手くん。いや、まあね。いや、そうなんだよ。サウナってほんとおじさんだらけだからね。でも、ちょっと小学生には少し早いかもしれないよ。この快感を小学生のうちに知ってしまうのは、ちょっと良くない気もするね。ね、人手くんね、いつもね、コメントありがとうね。はい。じゃあ、そんな感じですかね。その他にも、ペンパトさん、名古屋方面さん、カメポンさん、ロヒネカさん、匿名さん、マルカノンさん、岩沢ももさん、あと、エイタくんね、あと、カズのね、内部屋さん、宮村さん、YN さん、ラーユさん、リアリアさん、シンスケさん、なんか読めない、ロシア語の人、トットコダレ太郎さん、これなんて読むんだろうな、スミオユキケイさん、ケノウチガコさん、コメントありがとうございました。番組ではあなたのお便りをお待ちしております。冒頭にあった褒めてほしいのコーナーと、あと if もしものコーナーというですね、あの時ああしていたら未来はこう変わったんじゃないかななんていう、そんなあなたの if エピソードを送ってください。
はい、あと普通おたね、その他のお便りも募集しております。こちらはねメイントークのテーマでよく使っているので、ぜひともねどんどん送ってください。最近ね普通おた結構多くてねありがたい限りでございます。ありがとうございます。本当に、はい、ということで、しばらくヒーリング音楽の方をお聴きください。
はい、ということでぼちぼちお話しさせていただきますけれども、誰かがねツイッターでなんかネイルがどうみたいな話をしてるのをふと見かけて、ネイルかと思って、ネイルねって、でネイルっていうのをねふとこう思い返した時に、ほんとネイルって男興味ねえよなって思ったの。うん、ネイルわかるよね。ネイル知らない人いないと思うけど、一応あのあれね、あの女の子とかがさ、爪をになんかいろいろ塗ったり、マニキュア塗ったりとかさ、あとこうなんかキラキラのものをなんかこう貼ったりとか、貼ったりっていうかね、こう爪をきれいにデコレーションするあれね、男マジ興味ないよなと思って、むしろネイルしてない生の爪の方がいいんじゃないって思っちゃうぐらいなのよね男からすると、我々男性からするとそんぐらいのもんなのよ。で、あのまあ一応言っとくと、あのそれが悪いと言ってるわけじゃなくてね、別に男がどうこうですっていう問題じゃないと思うんで、本人がそれ楽しくてやってるものだから、まあ、別に無事に全然いいと思います。あのやってもやんなくても我々としては一緒だよっていう、楽しかったらもうどうぞやってくださいっていう感じなんだけどね。でさ、そうだなーって、男全然興味ねえよなーって思ったのよ。でもね、なんかね、まあ、なんかでもやっぱりふと思い返すとよ、過去付き合ってた女性たちみんなねネイル見せてくるのよ。やっぱりそのお店で指ね綺麗にすると、で見てっつって、これちょっと塗ってきたんだけどどうみたいな、やっぱ見せてくる。うん、いいんじゃないとか言うんだよ。そんな別に塗んない方がいいよなんて言えないから塗んない方が俺好きだよなんて言えるわけないじゃん。うん、まあだから、あ、いいんじゃない、うんうん、かわいい、かわいいねとか言うんだけどまあ実際は思ってないみたいな、まあ、ことがまああったわけよ。でもね、ふと思ったのよ、これって逆のパターンの方が実は多いんじゃないかと思って、まあ、どういうことかというと、男が自慢げに話すけど女の子全然興味ないみたいなことの方が確実に多いんじゃないかと私思ったわけですよ。絶対そっちの方が多いなってうん、そうだから逆ネイルね、逆ネイルの方が多いんじゃないかと思って、うん、でなんかないかなと思って、こうちょっとね、なんか俺自慢げに女の子に話してたものあるんじゃないかなと思ってちょっと思い返したんだ。思い返してみたら結構あった結構あった。まずね、一つがスマホとかパソコンを新しく買ったっていう自慢。うん、まあ僕あのね、今使ってるスマホ Android なのね。うん、 iPhone じゃないんで、まああの iPhone じゃなくて Android にしてる理由、まあ結構いくつかあるんだけど、まあまあ理由話すとね、まず1個目はね、安い。うん、まあだいたい最新機種でも iPhone の半額ぐらいで買えることが多い。うん、っていうのと、まあ、あと機能がねたくさんついてるっていうこと。うん、これもね結構大きくて、あのホーム画面にさ、 iPhone も最近ウィジェット置けるようになったとはいえ、 Android ほどのカスタマイズ性はないんだよね。うん、とかね、あと、まあ、カメラの機能も、まあ、機種によっては iPhone よりも良かったりするしっていう感じかな。まあ、あと僕が一番あの Android がいいと思ってるのは指紋認証がついてることかな。 iPhone 最近の機種だとさ、ないじゃない指紋認証。それがねちょっと僕顔認証めんどくさくて嫌で、うん、あと2画面ね使えるのも大きいなあの YouTube 見ながら Twitter 見るとかができるのよ Android。 まあまあまあ、なんかそんな感じの理由でね、Android なんだけど、ただね Android って
外れの機種も結構多いから、しっかりリサーチしてから買わないといけないかったりするんだよね。ただ僕はそれが結構楽しくて、リサーチが、うん、でしかも安いからポン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 買い替えてるのね。うん、それですごい Android が楽しくて好きなんだけど、で買い替えるたびにその新しい機能とかを見せびらかしたりとかしてた。指紋認証めっちゃ早いのよ。もうすぐ開けるのね。それとかを見せびらかしたりとかしてたんだけど、今思えば女の子全然興味なさそうだったなっていう。これってネイルですか？これネイル？これネイルですか？うん。でパソコンも同じ感じで、パソコンはそんなに買い替えはしなかったけど、でもまあ買い替えるたびにさ、やっぱ性能のいいやつを買うじゃん。うん。で、その新しいそのパソコンがどんなことができて、どんだけサクサク動くのかみたいなのを実演して、ドヤ顔をしてた気がするね。これネイル？これネイルですか？なんか似たような感じで言うと、あれだね。僕結構やってたのは、あの、LANケーブルを買い替えた時にめっちゃ自慢しちゃったんだよね。みんなわかる？LANケーブル。LANケーブルっつってさ、大体さ、インターネットってさ、大体その壁から線が出ててさ、そっから機械を通してさ、そっからこう無線 LAN とか、あと、まあ、パソコンそのものにこう線がつながったりとかするじゃん。そうで、そのつながってる線が LAN ケーブルっていう線なんだけど、それがね、いろいろバージョンがあるのね、LAN ケーブルって。カテゴリーなんちゃらっていうんだけど、もともと俺カテゴリー5を使ってたんだけど、カテゴリー確かね、7か8にしたんだよね。そう。だから世代が3つぐらい新しくなった結果、めちゃめちゃ回線速度が速くなったの。もう、なんか、ダウンロードとかもめっちゃ速いのよ。で、それが俺めっちゃ嬉しくて。わ、速えっつって。まあ、具体的に言えば、今まで30Mbps ぐらいだったのが、本当に300とか、400とか出るようになったの。で、めちゃめちゃ速いから、感動して、めっちゃ自慢してたの。うん、その回線速度のその値を出してくれるサイトがあるのね。うん、でそれを開くと、その自分のパソコンとかスマホの回線速度がバンって出るんだけど、もうそれを何回もリロードしてめっちゃ見せてたの。見て、300出てる。ちょっと何々ちゃんスマホ貸してっつって、でその子のスマホ使って同じサイト開いて、まあ、大体スマホだとまあ10とかね、20ぐらいなのね。10、20Mbps ぐらい見て、何々ちゃんの回線はこれ10でしょ、見て俺の300 すごくねっつって。でもそれも今思えばあんまり興味なさそうだったなって思う。これってネイルかな。ネイル臭いよね。多分ネイルだよね。これはネイルだよな。多分スマホとかパソコン自慢より多分回線自慢一番ネイルだよね。これはネイルだわ。多分他にもあったんだろうな、そういうの。家電自慢しちゃいたくなるよね、新しいもの買うと。よくないね。っていう。そんなお話でございました。ちょっと普通歌読みます。千葉県お住まいのラジオネーム、派手めな OL さん。こんばんは。いつも拝聴させていただいております。以前、褒めてほしいのコーナーへのお便りで、母離れをするために、D-02、ディズニーだね、ディズニーの近くに引っ越したことを新生活スタートとして投稿させていただいたのですが、なんとこの度、千葉生活が終了してしまいました。D-02 もまだまだ自由に行けなそうなので、年パスの払い戻しを迷っていたタイミングで、恋人からよりを戻そうと言っていただけたので、数ヶ月の千葉生活を終え、池袋に引っ越しました。ただ、まだまだ恋人とはすれ違いが多く、やはり千葉に残るべきだったと大きく後悔しています。
そのせいか仕事も手につかず、ストレスで肌荒れもひどいです。コロナのせいで趣味やお仕事もままならない中、お仕事がアイドルとかの推しの推しね、お仕事もままならない中、仕事のモチベーションを保ついい方法は何かありませんか。ガスケツさんもライブ中止なのでお仕事がままならないと思いますが、仕事のモチベーションはどう保ってますか。はい、そうなんです。もうライブ中止、最近もね、またね、ライブ中止の報告メール入ってましたね。レッドベルベットっていうね、僕の大好きなK-POP の、まあ、アイドルがね、いるんですけど、ね、中止の報告入ってましたね。ね、もう、嫌になっちゃうよね。そろそろ行きたいよね。もう全部中止だもん。うん。TWICE。TWICE もね、行く予定だったのよ、TWICE。チケット譲ってもらって。TWICE も行けなくなっちゃったしさ、ね、EXID っていう別のグループのもね、買ってたのに行けなくなっちゃって。もう何をっていうね、どう生きてきゃいいのという感じではあるんですが、僕ね、めちゃインドア派なんで、あんまり困ってないのよね。そう、僕の趣味がもともとね、映画見る、映画鑑賞とかね、ゲームをするとか、もうなんかそういう趣味なのよね。外出ると言っても、もうサウナに行くぐらいなもんなんで、あんまり困ってないんだよね。まあ、ちょっとね、飲み会がいくつかキャンセルになっちゃったとか、ちょっと実家帰りづらいなみたいな辛さは、まあ、あるにせよ、でも結構今までと変わらない日々を過ごしてるかな。で、だからね、インドア派の趣味を見つけるといいと思います。うん、僕のやっぱおすすめはね、やっぱ映画鑑賞、ゲームあたりかな。本当に最高。うん、で、かつ僕はコーヒーを飲むのが好きなんですよ。うん、で、なんか前も話したけど、近所にね、すごいね、美味しい豆を売ってるコーヒー屋さんがあるんですよ。本当になんかね、おじいちゃんがやってるお店で、個人でやってるお店なんだけど、すごい安いのに、めちゃめちゃコーヒー豆の品質が良くて、超美味しいの。なんかね、その前にいろんなお店行ったのよ。カルディとかスタバとか、いろんなお店でね、5店舗ぐらいでいろんなお店でコーヒー豆買ったんだけど、一番そのね、おじいちゃんのお店が一番美味しいの。で、そこでそのおじいちゃんがおすすめしてる豆をね、購入してくるっていうのが楽しみなんですけど、僕の。そう、だからね、コーヒーですよ。コーヒーいいよ。で、やっぱそのコーヒーと、まあ、あとなんかコンビニスイーツちょっと買ってきて、ね、それをこう摂取しながら映画見る、ゲームするっていうのが僕の楽しみですね、最近は。うん、そんな感じでしょうか。まあね、インドア派の、皆さんもインドア派の趣味見つけると結構楽しいかもしれないですよっていうね。そんな感じですかね。はい、お便りありがとうございました。ということで、眠れるラジオ、これぐらいにしておきましょう。これでも眠れないよという方に関しましては、シャッフル睡眠法の動画というものがあります。こちらですね、300万ぐらい再生されそうな勢い、めっちゃすごい、話題の眠れる方法ですので、こちら試してみてください。ヒーリング音楽はこの後もしばらく続きますので、このまま寝落ちしていただくという形でも大丈夫かなと思います。はい、ということで、今まで聞いていただきありがとうございました。お相手はガスケツでした。おやすみなさい。